めちゃくちゃです。さやです。今回はソフトボールコーナー。コーナー前にね、ブラッシングの基礎練習、その次に下半身ステップの基礎練習教わったんだけど、今回は2つを連動したピッチングの基礎練習、おぉついに教わろうかなと思います。完成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 、おぉ回答完成されます。じゃあ早速その練習法いきましょうか。第1弾で上半身のリリースポイント、ブラッシングのポイントをやったのと、第2弾で下半身のステップのポイントをやったので、はい、今日はそれを合体させてちゃんとセットできるところまで離れていくっていう最終段階になります。はい、最初はちょっとずつ離れて投げていくっていうのを。なるほど。最初は近めからステップをして投げていくので、あまり近くではなくて、まあ、半分ぐらいからちょっとスタートできればなと思って。なるほど。でそこら辺から離れてちょっとステップしながら投げていくっていうのをやります。はい、最近のソフトボール講座でようやく出番がやってまいりました。距離的にはこんぐらいで、何メーターぐらいかな、まあ10ないぐらいですね。でやっていくと、どっちが投げるのこれ。最初にやりますね。最初セットしてもらう前に、第2弾でやった回転 T をここのプレートからキャッチャーまで全く線を引いてもらいます。ここら辺までしか T を引いてなかったら、セットして巻いてた時に目線の中に T が入ってこなくて、前を向いてても目線に入ってくるように、そこまで線を引きます。最初はこの線の上から回収してもらって、 T どこですか、 T どこですか。 T はここですね。 T そこですね。このぐらいの距離で投げていくと、はい、今までの講座を全部意識するってことですよね。そうです。合わせ技では変わって、近い距離から投げていきます。集大成集大成、上半身と下半身いきます。 T 意識して T、はい、T、 おあーいい、おおいい、てか止まってもいいんじゃないかな。で今シルッとラウンド入ってます。おここまで来たら、今度はもう本当にラストのポイントで、おちょっと歩きながら歩きながら、はい、投げれるようにしてもらって、それができるたら走りながらとか、走りながらいろいろあるんですけど、まあ、とりあえずは歩きながらステップをしてもらうっていう感じでいきたいと思います。いでちょっと最初に見本を見せますね。最初プレートの2メートルぐらい後ろぐらいから歩いてきてもらって投げる。こうセットしてもらって1、2、3ですね。そうすると勢いもつくんで、しっかり下半身バランス取らないといけないっていう感じになってくるんですけど、まあ、セットした時も飛ぶので、やっぱ下半身が丈夫じゃないといけないんで、それの練習ですね。一歩出したタイミングでこう後ろに引いてもらうのが一番いいんで、1、2、3。自分で1、2、3って言ってた方が投げやすいかもしれない。あ、言っちゃっていいです。1、2、3。さあさあ、はい。おお、ナイスポー。いい数字だ。はい、おお。だいぶ最初の時と比べたらもう全然違うと思う。これおお、ナイスボー、来てる来てる。感覚はどう、掴んだ割と。当たってる時には、まあ、当たってない時もあるけど、うん、ピクっていう感じはある。へえー、おおしょー。はい、というわけでピッチングの基礎練習、ね、ピッチー、本当にね、まあ、上半身の基礎練習、うん、下半身の基礎練習合わせた最後の徐々に距離を離していく練習って感じでやってきましたね。どうですか、赤谷さん的には見てて総括を。最初なんか足バラバラだったりとか、まあ、体開いちゃったりとか、うん、結構直すとこいっぱいあるじゃんって思ったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとずつやってたら、もう直すこともなく綺麗に直ってきたんで、優秀です。素晴らしいコーチングだったんじゃないかなと思います。本当に分かりやすく、よかったです。よかった。これがこのままで終わらせたら多分またね戻っちゃうと思うんでね。確かに確かに。本当に何回も言ってると思うんですけど、皆さん一緒に反復練習で反復だね。行きましょう。大人になっても基礎はずっとやっていくものなので、うん、上手くなりたかったら
頑張って、もう地味かもしれないですけど頑張ってやっていくっていう。なるほど、飽きても頑張ると、はい、飽きても頑張る。はい、というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、通知ボタンです。お願いします。よいしょ。今回のお題は野球あるある少年野球編。独特の応援歌がある。今月の MVP 賞はこちら。こちら3つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画はこちらを見てね。見てねー。